ジャワ原人とは、ウジェーヌ・ディボアが1891年に、オランダ領であったインドネシアジャワ島を取りにいるで発見した化石人類に対する通称である。年代は170から180万年前頃。かつては、ピテカントロプスエレクトスの学名で呼ばれていたが、2012年現在は、人族に分類され、ホモエレクトスの亜種の一つ、ホモエレクトスエレクトスと位置づけられている。 オーストラリア先住民などに進化したとする研究者もいたが、原世人類の直接の祖先はアフリカに生息していたホモエレクトスの別の亜種であって、アジアにいた北京玄人やジャワ玄人は直接の祖先ではないとする意見が支配的である。19世紀後半、ドイツの生物学者ヘッケルは東南アジア方面で人類の進化が起こったことを主張し、 ピテカントロプスという学名も用意していた。ほとんどの学者は無視したが、アムステルダム大学解剖学講師だったデューボアは、この説を信じ、ピテカントロプスを見つけるため軍医に転職し、インドネシアに渡って発掘を行った。その結果、1891年に脳頭骨と大腿骨を発見し、ピテカントロプスエレクトスの学名を与えた。しかし保守的な学者の多くは、 否定的であった。1920年代になって、北京原人が発見されるに及び、当時分かっていた最古の人類の一員として認められた。その後も、第二次世界大戦を挟んで何体分かの化石が発見されたが、多くは脳頭骨で、下顎などがわずかに出土したに過ぎない。だが1971年に、顔面の大部分が残った頭骨が見つかり、 ジャワ原人の特徴解明に大きな成果があった。脳頭骨は小さく、脳容量も 900cc 程度と推定された。対照的に眼下上流器は大きく、額は現代人のように丸く膨らまないで、低く倒れたように傾斜するなど、原始的な特徴が多いが、大腿骨はまっすぐで長く、現代人によく似ていた。そのため、両者は別の時代に由来するのではないかと疑われた。 こともあった。顔面は幅広く平坦で、ヨーロッパの同時期の原人は、顔幅が小さいなど、はっきりとした違いが見られる。ピテカントロプスエレクトスは、ピテクスアントロプスであり、直立するエンジンを意味するので、かつては、直立エンジンと呼ばれたこともある。また、ホモエレクトスは直立する人を意味する。インドネシアのフローレス島で発見されたホモ、フローレシエンシスについては、 論争が続いている。ホモフローレ支援室をホモエレクトスの子孫とする説もある。化石はオランダのライデンにある国立自然史博物館に保管されている。またガンドンで発掘されたソロ人はジャワゲン人の子孫である可能性が高い。ワイデンライヒ、ウォルポフラは現代のアボリジニとソロ人が告示した写真を提示している。ありがとうございます。